2017年の東北楽天ゴールデンイーグルスでは2017年シーズンについての東北楽天ゴールデンイーグルスの動向をまとめるこの年の東北楽天ゴールデンイーグルスは梨田がま監督の2年目のシーズンである2016年に会に低迷した楽天は埼玉西武ライオンズから FA 宣言した岸隆行元横浜 DNA ベイスターズの久保優也 元フィラデルフィアフィリーズのフランク・ハーマンなど投手を中心に補強。ドラフト会議では育成を含めて14名を獲得した。オープン戦では6勝9敗2分で8位だった。打撃面では2番にカルロス・ペゲーロを起用するという攻撃的なオーダーがはまり、投手陣も見まがく、乗本隆弘、岸高行といった先発陣に加え、福山博之、フランク・ハーマン、 松井祐希などリリーフも安定して活躍し、シーズン序盤から白星を重ね、前半戦を主位で折り返す、快進撃を見せた。8月半ばまでに貯金30を抱え、ソフトバンクと優勝争いを演じていた。しかし8月15日から6連敗を喫すると、23日からは10連敗を喫し大失速。西部にも抜かされ3位でシーズンを終えたが、 日本一に輝いた2013年以来4年ぶりの A クラス入りを果たした。クライマックスシリーズでは、ファーストステージでセーブを2勝1敗で退け、続く、ファイナルステージでもソフトバンク相手に連勝するも、第3戦、以降3連敗を喫し2勝4敗で敗退した。セーパ交流戦本節では、前レギュラーシーズン終了から本シーズン開幕までの入り対談について記述する。 なお、対談の挙手は、スポーツ関係または、芸能関係の職業に転身した場合のみを記載し、空欄は前述以外の一般職業に転身もしくは、挙手不明を示す。色付きは規定等球回数以上の選手色付きは、規定打席以上の選手。ありがとうございます。